何人くんの聞いてあかんのか。聞かないで、はい、何人かも聞かないで。わかりました。はい、来ました。うわ、どうも、かさこです。さあ、今日なんですけども、トンボさんのも自分で言います。誰が来るかわからない、ツーショットトーン。自分で言うな。自分で言ったな、おい。もうええわ、言うわ、自分で言うの。で、知ってるもん。もうでもね、ほんと、かさく、オファーが止まらんのよ。すごいんですよ。これほんでちょっともう裏話していいですか。はいはい。これ実は、まあ、カジサクチャンネルって結構よく言ってるのは、撮影してから、動画出すので大体約1ヶ月後ぐらいにね、そうですね、出してるじゃないですか。ほんでほんまにもうぶっちゃけ最近これめっちゃ撮ってるやん。めっちゃ撮ってるのよ。反応が分かってないのよ。確かに。動画公開してから撮ってないから。そうですね。視聴者さんの反応が分からないと。ぶっちゃけこの1週間でこの企画2回撮ってるから。もうさ、ほんまに、まあでも楽しんでいただいてんのかな。そうですよ。でも、まあ、それでありがたいことですよ。やっぱりこうやってお声掛けいただいたんで、うん、こういう企画が成立するということですから。まあね、はい、まあでもやっぱり慣れないからね、これはね。まあ慣れるはないか。まあでも結果的にやって楽しいけどね。そうですよね、うん、いつもね、終わった後めちゃくちゃ楽しそうなね、うん、感じになっておりますので。でも俺はちょっと思った。うん、トンボもやろ。え、どういうことですか。全然わかんない。どういうこと。どういうことですか。初めて言うたけど、ああ俺も決めて、やろ、トンボも。何をやるの。小部屋で。小部屋で何をやるんですか。誰が来るかわからない、ツーショット。トンボがこれよ。おい、なんでだよ。おかしいじゃないか。何が、何もおかしいな。おかしいよ、そんなの。おかしいでしょ。おかしいよな。じゃあ募集してってことですか。いやいや、違うよ。え、俺がオファー出して。お前がオファー出して。クールが全然違うんだ、小部屋は。そう、違う、全然違う。で、やってみたらいいねん、思って。まあでも何にせよ、トンボさんのその初対面の人と誰が来るかわからないトークを見たいってこと。そう、見たいかな。やりましょう。よし、おかしいだろ。やったけ、やりましょう。おかしいだろ。見たいんだもん。え、大丈夫大丈夫、俺もうほんまに思ってんねん。ほんまにやるで、これ。目が怖い。お前ほんま YouTuber やな。俺 YouTuber やから、俺は。目がバキバキやな。なんていうの、芸人さんとかじゃないから。ああ、余計怖くない。確かに余計怖いよね。俺の中でなんか見えてんねん。で、一回やってみたらええわ。そんなことあるっけ。やります、いつかやりますんで。いつか見たい。今日よ。今日ですよ、そんなことよりも。何、何が、何人くんの。聞いてあかんのか。聞かないで、何人かも聞かないで。わかりました、はい、そう、でもね、でも結果いつも楽しいから。そうそうそうね、あれやから、うん、絶対楽しくなるはずやから。いい気がしていきます。わかりました。じゃあ行きますか。はい、はい、というわけで本日もお願いします。拍手してるな。別に拍手はしてない。緊張してる。緊張してるですね。あ、今ですね、連絡が僕のところに届いたので、まもなくチャイムが鳴るんじゃなかろうかという。なるほど。はい、ことでございます。これあれなんやな、はい、外のさ、うん、駐車場でさ、うん、アルファードで待機してくれてるんだ。あ、なんか言いたそうでした。来ちゃったもん。はい、お願いします。アルファードが楽屋みたいになってんのかな。いやー、慣れん。慣れないですね、やっぱ。慣れない、これ慣れないんですね。怖い。うん、うん、さあ、お、来ました。うわー、僕です。ということで、今回のゲストは、はい、ウエスピーさんです。久しぶり。めちゃめちゃ久しぶりです。えぇ、いやいや、本当に何年ぶりですか。5年ぶりでございます。5年ぶりだ。あー、すごい。ウエスピーさんや。ウエスピーさんですよ。俺だって、はい、え、ちょっとごめんなさい、はい、香水つけてる。いや、香水は若干つけてる。なんで。めっちゃいい匂いしてんけど。臭いの良くないじゃないですか。とりあえずだから一応つけてます。エチケットとエチケットさせてもらってます。はい。うわ、めっ、だって
2018、俺は解説して、はい、そうですよ、そうだ、ちょっとぐらいの時ですよね、出てくれた、うん、めちゃめちゃこう早くて呼んでいただいた、そうっすよね、はい、最初の方でした。うわ、な、久しぶりっすね。お久しぶりです、本当に、本当に嬉しい。あ、嬉しいですか。嬉しい。嬉しい、俺いいの言い方で、あれ嬉しい、マジでいいの言い方で、あ、どうぞどうぞどうぞ。いや、本当です、ありがとうございます。いや、すいません。あ、そういうことね。すごい。すごいすごいすごい。改めまして、ウエスピーさんでーす。お願いします。すみません。ウエスピーと申します。お願いします。いや、俺マジで、はい、ちょっとこれ失礼になるかもしれないんですけど、はいはいはい、一瞬入ってきたやん。はい、全然知らんおっさん入ってきた。そうですね。いや、一瞬わからなかったよ、マジで。結構太ったりもしてるんで、5年前よりかは。いや、なんか、ちょ、映像見てほしいんだけど、はい、なんか、横顔やってんさ。今までやった時って、皆さん、入ってきた時、正面どうもーみたいな入ってきてんけど、はいはいはい、ウエスピーさんはなんか、多分ね、横やったと思う。なんかこうやって入ってきてん。そうですね、横で入りました。横で入っちゃいました。だから俺一瞬、誰やねんって。一瞬曲がりました。あったよな。俺マジ一瞬、もう YouTube こんだけやってるから一瞬ドッキリかなとか。なるほど、知らんおっさん来たんじゃないそうです、横やばいっすね、俺の。そう、相当やばいと思う。ほんで正面向いたら男梅みたいな顔で上杉さんやってなったよ。あ、すいません、それ驚かせました。すいません、ほんまに久しぶりです。はい、大丈夫っすか、なんか、はい、肘怪我してますけど。いや、そうですね、ちょっと赤くなってなんで、はい、多分これネタとか動画撮ってる時にこうなってるんだろう。ああ、そういうことか。はい、びっくりした、ごめんなさいね。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとカジサック、何、いいですか。うん、やっぱりウエスピーさんなんで、はいはいはい、まずはあの世界でバズってる、うん、ゲー見たくないですか。あ、見たい。いいですか、やらせていただいて。こんなやってくれるんですか今回。やらせてください。ちょっと、はい、ご用意していただけてるということで。あ、中から動いちゃって、ごめんなさい。ちょ、勝手に動かしてください。勝手に動いちゃいけないです。すいません、そっか。勝手に動かしてください。すいません、勝手に動いちゃう。僕まだ見るって決めてないです。そっか、そうですね。了解がいりますね、さすがに。そう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 。見た、あれ見れんの。今回このカジサックチャンネルのために用意してくださったということ。これだから、まあ知ってる人多いと思うけど、うん、ウエスピーさんってそうなのよね、うん、世界で活躍されてるというか。そうですよ。そうそうですね。あれ何ゲーって言うんですか。あれ何ゲーなんですかね。要はなんだろうな、安村さんとかも世界でね、活躍、まあ、裸ゲーだったりするというか、はい、まあ、それも合ってるか分かんないですけど、はい、ウエスピーさんのあれなんて言ったらマジックでもないもんね、うん、あれは何なんですかね。なんでないの。一応あって欲しかった、そういうなんか一応、まあ裸芸の仲間としてちょっとやらせていただいてるところではあります。一応仲間として。裸芸で。はい、一応裸の仲間として。そう、だからいろんな芸を持ってらっしゃって、はい、で、世界でバズってたりするんですけど、うん、それを今から見せてくれるっていう。はい、はい。なのでちょっと準備の方を。あ、終わりました。はい。いいですか。お願いします。はい。すいません。動いて大丈夫ですか。もう大丈夫です。これ今からどういう感じでやりますか、はい、うん、これブロワーっていう機械なんですけど、風が出る。はい、俺これ知ってる。あ、俺ね、実は結構見てるんですよ。本当ですか。ツイッターとかで流れてきてて、はい、これあれちゃいますの、はい、別に言ってもいいよね、はい、顔にブーってやる。そうそうそう、顔にブーってやるやつです、はい、ね、はい、あ、見たい見たい見たい。いいですか、ちょっと今回せっかくなんで手伝ってもらって。おお、おお、マジっすか。持って、はい、ここを押し続けると風が出るんで、ここトリガーですね、これ。すごっ、すごい、うわ、すごい。あ、最大まで引いてもらって、僕のおでこに顔を固定して当ててもらえると、はい、僕のおでこに顔を固定する。そうですね。一人やってもらったことがないので説明がなくて。これをこうやってこうなる。そうですね、難しい。指示難しいですね。これをね、おでこに。え、下ですか。なんかいい感じに。あ、そうですね、グッと持ってもらいたい。一回やってみますね。はい、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 
んっていうことでよろしい。どういう系？全然どういう系なの？そうなんですよね。これ、じゃあそうなんですよ。そうですね。今ことはこう布がずっと整まってる状態になるっていうことなんですよ。だから、そうなんですよ。まず、そうなんすよっていうのやめてください。あれですよね、はい、俺は知ってんねん、はい、これ、要はあれなんですよ、あれ、はい、なんて言うんでしたっけ、テーブルクロス駅ですをするんすよね、したいです、はい。で、今ちょっとできなかったのよ、はい、いや、気持ちがちょっと合ってなかったですね。合ってなかった、風がちょっとバーってなってちょっと僕が安定しなかったです。なるほど、はい、俺でも今ガチでやってたよ、はい、何が悪かったんでしょう。そうですね、もう一回やってみますか、はい。ここにずっとこう、OK、はい、ちょっと固定数、はい、いきます、はい、はい、いきますよ、よいしょ、よいしこれがすごいのよ。あー、面白かった。さすがでございました。さすが。はい、さすがでした。一回目どうしようかなと思った。僕もちょっと汗が止まんなかったです。汗がすごくて。くだらないというか、うん、いい意味でね。うん、すごい。すごい。ちょっとじゃあおしゃべりしましょう。はい。改めましてよろしくお願いします。お願いします。いやー、なんかでもちょっとエモい気持ちというか、はい、あの時出てくださったじゃないですか、2018年、あれ多分12月ぐらいちゃうかな、12月ぐらいでしたね、結構、はい、そうですよね、はい、あれから約5年経って5年ですね、はい、お元気そうでそうですね、なんとか元気でやらせていただいてます。やってます、はい、やってます。俺確か前回もうゲームしてもらったんですよね。やりましたね、はい。おしゃべりも軽くしかしてないぐらいちゃいましたっけ。そうですね、なんかゴットタレントの話を軽くさせていただいて、そうっすよね、はい、今日ちょっとせっかくやったらいろいろ知りたいですわ。本当ですか、ウエスピーさん、はい、ちょっとね、いろいろ、はい、うん、はい、え、もしかしてですけど緊張してますか。まさか、いや、本当にそうですね。どっしりしといてください、はいはい、どっしりしといてくださいよ、はいはい、ちょっと緊張、まあ全然大丈夫です、はい、全然大丈夫ですか、まあ、序盤、はい、大丈夫です、はい、じゃあ俺聞きたい聞きたい、はい、本当にいろいろ聞きたいんですけど、はい、今何歳でしたっけ。そこからそうです、どうしたんですか。35歳です、まさか年齢聞かれるなんて思わなかった。そうですね、35歳でやらせていただいて、じゃあウエスピーさんってごめんなさい、こんなんやったっけ。前回5年前もっとどっしりしてたでしょ。うん、そうですね、なんか自信、ね、やってましたね、そんな感じ。って言ってんねん。ぐちゃぐちゃしてた、ごめんなさい。何歳ですか、今。35歳でやってた。35歳で、はい、芸歴で言うとどれぐらいになるんですか。16年目ぐらいとかですか。渡辺直美とか、ジャングルポケットとか、見取り図とか、ジェラードンとか。黄金世代だ。そこと同期っていう感じですか。そこと同期で、はい。もともと一人で入られたんですか、お笑いは。一人で入って、ずっと一人でやってます。いつからお笑い芸人やりたいとか思ってたんですか。もともとああいう芸をやろうとしてたのかとかちょっと気になるじゃないですか。それはそうは思ってなくて、もともとはなんか小学生とかの時にダウンタウンさんとか普通に見て、なるほど、ダウンタウンさんに憧れて、憧れて、あとまあうちゃなんちゃんさんのコント番組とか見て、はいはいはい、憧れて高卒で入ったって。ちょっとお笑いずっとやりたいなって思ってたんですか。そうですね、楽しそうだなと思って。それで言うとダウンタウンさん、うちゃなんちゃんさんコンビじゃないですか、はい、このコンビでやりたいなとか思ってなかったんですか。そうですね、入って組もうかなと思ったんですけど、はいはい、結局組まずにずっとネタ見せしないでずっといたみたいな。最初はじゃあピン芸人でやってたみたいな。もう最初はもうピンでやろう、やるしかないっていう状況でやりだしたって感じです。一応相方は探したってことですか。探しました、はい。でもなかなかいい相方が見つからなくて。そうですね、なんかあんまり良くなくてっていう感じ、うん、ボケとツッコミどっちやりたかったんですか。一応ボケをやりたかったっていう気持ちはあったんですけど、うんうんうん、なんか全然僕が良くなかったみたいで、漫才とかの基本的なただ見てただけだったんで、はいはいはい、あんまりそういう、そんな喋り方やったっけ。あんまりそういう感じ、こんな喋り方やったっけ。なんか手がついてきましたね、この5年で。この5年で 手がついてきました、喋ってるのに。えらいもんや、5年も経つと手もついてきました。これが5年です。でもなかなかもう長いな。ごめん。
すいません。ありがとうございます。なるほどね。ピンネタの時はどんなことをしてたんですか？最初はでもコントとか漫談とかをやってたと思います、うんうんうん、記憶に薄いながら、はいはいはい、はい、でもどこからか、はい、そのまあいわゆる裸芸ですか？そうですね、これ短い芸、裸になりながらの、うん、やっぱテレビに出たいなっていう気持ちからこういう短い芸、うんうん、ショートネタが、ショートネタというか、うん、特技披露みたいなのが流行ってた時期が若干ありまして、レッドカーペットとかその辺ですかね？そう、レッドカーペット5ぐらいの5ぐらいで、まあ、まだショートネタブームじゃないけども、そうです、うんうん、短いネタが必要とされた時代にちょっとこうこういうのをオーディションでやってみたらすごい受けてたんで。ってことはですよ、はい、そのブームが来るまでですよね、はい、ピン芸人としてやられてたって、はい、それって大体どれぐらいやってたんですか？それは5年ぐらいだと思います。5年間じゃあ結構しんどいかったんじゃないですか？そうですね、だいぶしんどかった。そうねって急に急に俳優役者さんみたいになってそうねって急に。そうですね、そうですね、うん、5年間ぐらい、5年間ぐらいあのちょっとずーっと下でやってました。下で、はい、もうアルバイト生活しながら、アルバイトしながら、うん、でもネタで結果出ないでみたいなのがずっと。どんなバイトしてたんですか、ウエスピーさんって？でも居酒屋のホールみたいなことね。ホールでしたね、居酒屋のホールやってました。ちょちょちょそろそろ落ち着いてもらって落ち着きます、はい。そうですね。本当に。こんな、はい。居酒屋で働きながら、経験立てて。ねえ、そのショートブームみたいなものが来た時に、はい、あ、これちょっと行きたいなって思ったわけだ。そうですね。なんか特技ありませんかみたいなのも来てたんで、そういうオーディションに応募しながらやってたって感じ。でももともとそのピン芸人コントとかやってる時って、はいはい、今みたいな芸では全くなかったわけでしょ？そうですね。うん、はい。いわゆるフリップ芸とかそういうことですか？フリップもやってましたし、うん、なんか一人で。コントしてるみたいなのもやってたりとか。俺単純に気になるのがめちゃくちゃ面白いと思うんですね、僕あの芸、はい、今 やられてる芸が、はいはい、あれきっかけ何ですか？あれをやろうって思うきっかけってなかなかないと思うんですけど。そうなんや、なんや。そうそうっすかね、うん、そうそうっすね。いやそうでしょ、だって今日今やってもらったやつもやってみようっていうきっかけがないじゃないですか、うん、ドライヤー普通に家でお風呂上がりで洗っててもあれこの芸できんちゃうかなとか思わないですもん普通。そうですね、何かを見てだったりなのか何か研究してなのか。そうですね、研究してっていう感じですね。なんかいろいろこう必要なんですかね、こうちょっと待ってくださいね。お前何やねん。だからいろいろまたそうですね、なんかもともとはこう、はい、本当に、まあ、いいともなんですよね。あ、まあ、番組に出しちゃうと全然いいっすよ。あ、大丈夫。なんであかんねん。絶対ええやろ、笑っていいとも出して。いや、もしかしたらっていうのもあったんで。大丈夫、大丈夫、笑っていいとも。で、笑っていいとものその一芸のコーナーがあって、素人参加型のコーナーがありまして、はい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 、その朝9時にアルタ前に集まってオーディションをして、うん、実際に素人が出るやつみたいな。はい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 。それを吉本通さずに勝手に自分でアルタ前に9時に集合していって、うん、ああそういうことね。で行ったらもう一発目からオーディション受かって、うん、そのままテレビ出てっていうのがあったって感じです。だってぶっちゃけた話ね、吉本を言うても最初の5年間、はい、ほとんど仕事もなかなか厳しかったでしょ。だいぶ厳しかった。もう一般の方と同じようなもんですからね。うん、そうですね。うん、テレビ出たいなっていう思いからそういう行動をとって、うん、もう一発目出てみたいな。それでいうとおそらく吉本サイドも嬉しかったと思うんですよ、はい、行動してね、行動して、うん、でそれなんかもう勝ち抜き戦だったんですよ、そのいいともが、いいともの、うんうんうん、なんか素人の方が5人ぐらい出て、はい、チャンピオン決めるみたいな、はいはいはい、でも一発目出てもうその日チャンピオンになって、うん、で賞金がもらえたんですよね。はい、いくらぐらいもらえたんですか？で3万円取っ払いでもらえて。わー、取っ払い、はい、うん、でその企画が結構2クールぐらい続いて、はいはいはい、でそこにもう毎週行って、うん、で毎週出させてもらって、出た時はチャンピオンになるみたいなのをやってたんです。それすごかったんだ当時から、はい、そういうネタを作り続けて、うん、それで賞金3万円ずっともらったんですけど、うん、途中で吉本にバレて、いや言い方悪いですよ。言い方悪い、バレたじゃなくて、あ、吉本が気づいて、気づいてね、あれウエスピーやないかい、気づいて、うん、その賞金は振り込みになってほぼ取られることになったって。でそれがあって吉本も知ってくれたっていうのがあるんですけど。あ、なるほど、はい、まあ、
そうね、どっちも間違ってないというか。そうですね。うん。で、気づいてもらって、そこからなんかいろいろそのテレビのオーディションとかにも行かせてもらえるようになって、うん、みたいな流れですね。それって、まあ、ちょっと込みって話すると、別にぶっちゃけた話、吉本じゃなくても良かったわけじゃないですか。全然良かったですね、その時は。そうですよね、今ちょっと面白おかしくね、話しましたけど、でも吉本でいたかったんだ。だってさ、自分で行動して動いて結果残した吉本が別に契約ってぶっちゃけた話我々してないじゃないですか。してないですね、はい。ね、で別に吉本の仕事もそこまでしてなかったわけでしょ、はいはいはい、吉本やんな、あなたって言われたら、あ、いやもう僕フリーでやりますって言えたと思うんですよ。言いましたね。言えたでしょ、はい、それ言わなかったのはなんでなんですか。そうですね、でもやっぱ吉本にいたかったっていうのは多少ありながら、やっぱりダウンタウンさんもいたしっていうところで、はいはいはい、で、他の事務所にそれなんなんさっきからこうやってしょそんなんやったっけ。すいません、5年で帰っちゃいましたね。もうええわそれどこがダウンタウンさんに憧れてるいやでもあれがあれだけ映ったかもしれない。あれって何？なんでもないです。なんでもないです。で、やっぱりそういう、うん、やっぱり吉本にいたいなっていう気持ちもあったから出てて。まあ、芸人だからこういう一芸を作り続けられるかなと思って。素敵、素晴らしいと思う。はい、俺が気になるのはその一発目何やったんですか。一発目はその笑っていいと思うで。出たやつは T シャツを一瞬でキャミソールにするっていうね。めっちゃおもろそうめっちゃそれみたいんですけどそう、まあ、準備いりますもんね。そうですね、まあ、カバンからTシャツ取り出すだけなんですけど、をキャミソールにするっていう、キャミソールにするっていうネタがあって、だそれで言うとさっきの話にちょっと戻るんですけども、はい、その T シャツをキャミソールにするっていう芸を思いつくっていうのが俺すごいなって思うんですよね。そうですね、うん、なんでなんですかね。でもなんか T なんか一芸作ろうってで、なんか考えるんですけど、はいはい、考えるんですよ、はい、なんか机に座ってとかじゃないですけど、なんかぐーっと部屋をずっと一周しながら考えてて、うん、何それかっこええで、なんかあーってなんかたまたま着てたヒートテックを、はい、なんかぐーってなんかこう動かしてみたりとかしてあれって、なんかあれちょっと待ってってこんな感じなんです。なんか面白い、こう動き、まあこういうほんともっと狭い部屋でこう動き、ね、回りながら、はい、なんかこう探してるって感じですね。その時はたまたま T シャツをこうやったりとかしながら、こうやったりとか、はい、で、そのキャミソールを最初思いついたわけじゃなくて、はい、最初にこうやった時にここを伸ばしたらカーディガンになるみたいな一番最初に思いついたんです。もっと伸びてる、なんかこうなるみたいな。おもろ、はい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 、あれ他の服になるじゃんっていう。なるほどね。そこから探し始めたっていう感じです。それめっちゃ面白い。だからやっぱりいろいろね、ネタ作る人って考え方とかいろいろあると思うんですよ、はいはい、カフェに行く人もおれば家でこうパソコンの前とかあったりするけども、はいはい、おもろいっすよね、その状況が。そうですね、俺やっぱりすいません、今 YouTube の方が働いたんですけど、そこ見たいっすもん多分やばいと思います。なんか分かんないですけど、そのいきなりそこを見せるんじゃなくて、例えばじゃあ T シャツをキャミソールにするネタがあったとするならば、それを存分にもう見して、はい、見した後に結果そこを後日出すみたいな、めっちゃ俺 YouTube として面白いなと思いました。そうですね、実はこのような環境であの芸は生まれましたみたいなことでね。そうですね、だいたい変な感じで考えてます、ずっと独り言言いながら、もうずっと動き回りながらっていう感じ。なるほどね、はい、だきっかけはとにかく「笑っていいとも」があって、はい、きっかけがあってっていうところです。で、あれですよね、確か5年前に聞いたと思うんですけど、はい、なんか向こうからオファー、世界からオファー来たんでしたっけ。そうですね、ツイッターに上げた動画が海外でバズってっていう、はい、ところで、それがあの扇風機でテーブルクロス行きするっていうネタで、うん、それがなんか5万リツイートぐらい海外の人が広がってって、で、一気に10件ぐらいオファーが来たっていう。海外からオファーが来たんだ、はいはい、そうだ、だからテーブルクロス引きが基本ですよね。基本はそうです、はい。だから裸テーブルクロス芸じゃないですか。そうですね、正解です。なんやねん正解ですって今後はそう言います。裸テーブルクロス引き芸思いつきました、その時ねえ、はい、だからそういうことやわ。はいはい、で、そっから世界でこう活躍しながら、はい、吉本でも日本でもこう芸をしながらみたいな、しながらみたいなのをやってた感じですね、はい。俺これでもちょっと皆さんもこれはさすがに気になると思うんですけど、どうなんですか、その稼いでるんですか。
そうですね、世界でそうやってゴッドタレントとかですよね、確かゴッドタレントですね。でもゴッドタレントとかって確か優勝して賞金みたいなことじゃないですか。そうですね、優勝して1000万とかそれも 1億とか、まあ、国によって違いますけど賞金がもらえる。あれ優勝ってされましたっけ。決勝までですね。決勝まで、はい、それっていうのはギャラは発生するんですか。それは発生してないですね。してない、はい、なんなら自腹で言ってました。だからめっちゃ大変じゃないですかそれって。そうですね、その時はやっぱ大変でしたね、うん、2019年ぐらいまではこう言ってた時は大変でした。それってね、なんかスポンサーとか、はい、そういうのはあったりしないんですか。ないっす。え、はい、全部じゃあ自分で。そうですね、まあ旅費出してくれる国もあったりしますけど、うん、その安村さんがいたイギリスのゴッドタレントは、はい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 、今でこそこう旅費が出て、うん、あの皆さん行かれてますけど、僕は自腹で当時行って、ああの安村さんのやつは多分旅費は出てると、はい、まあ会社からかどっちからかは分かんないですけど、まあ旅費は出てる。だってその時のウエスピーさん、ごめんなさい失礼かもしれないですけど、はい、そのある程度蓄えがないとそれも無理でしょ。だって世界でこうやって旅費だって、はい、なんとかしたんですか。ギリギリバイトしながらなんとか、まあ、ちょっと貯金もありましたけど、はいはいはい、はいはい、それまあ崩しながら、うん、なんとかやってた感じですね。え、じゃああの手の番組で賞金ってあんまり稼げてないってことですか、はい、優勝してないってことは。そうですね、あの時は多分稼げてないと思います。あの時はってどういうことですか。今は違う。今はそうですね。なんやお前。めっちゃ稼いでるわけじゃないですけど、バイトはして、その当時めっちゃバイトしてましたけど、決勝行ったっつっても、はいはいはい、バイトとかめっちゃ。まあ今はもちろんね、まあ、その芸で営業行ったりとか、営業行ったりとか、うん、あとはもろもろ SNS 関係をちょっとやらせていただいて、はいはいはい、はい、今ちょっと TikTok とか今1000万人ぐらいいるたりするんで、それもいろいろ。登録者1000万人おるんですか。今1000万います、はい、やばっ。俺ね、YouTube は知ってるんですよ。 YouTube もめっちゃ登録者多いですよ。200万人ぐらい。今245万人抜かれた。これはすごい言ってる。あ、でも全然そんなあれでもないですけど、まあ海外勢の。いや、俺ね、YouTube では見てたんですよ、はいはい、ウエスピーさんやられていて、はい、で、まあ、短い動画メインショートですよね、はい、僕はもうショートメインですで、何かがバズった時に登録者もこうブワーって増えて、はい、ってすごくない。TikTok1000 万1160万人。細かく言うとそこまで。ちょっとこれぶっちゃけこのチャンネルでは珍しい会話トークなんですけど、さすがに気になるやん、やっぱお金の話。 TikTok 俺そっち全然知らないんで、もう言える範囲でいいですよ。 TikTok ってそんなお金になるもんなんですか。いや、自体は今のところ ならない感じですね。その広告収益がまだ始まってないので。 TikTok ってそうですよね、はい、もう間もなくって言いながら引き伸ばされてる感じですね、皆さん。あ、だからああいうことか。 TikTok で結果残してて、はいはい、その TikTok を見た企業さんからの仕事とかでっていうことか。なんかもろもろそこから派生するもので、なんかそう考えたらあれですね、良かったっすよね、時代が変わってね。めっちゃ良かったっすね。ねえ、本当この2年間ぐらいでした。そうですよね。僕コロナが入ってってから、うん、SNS に力入れ出したって感じだ。はい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 、はいはい、だって5年前ってそんな感じじゃなかったですもんね、まだ。全然でしたね、うん、なかなか全然もう違う状況でしたね。だからゲームもちょっとさ、はい、その5年も経った、しかもある程度自分でも稼げるようになってきたってなったら、はい、余裕もできてきて、はい、ちょっといい感じにプラスに働きそうですもんね。そうですね、いろいろと、はい。でも結構海外の人たちが多いので、フォロワーも、はいはいはい、はい、最近やっぱ海外また行かせてもらったりとかして。海外の営業じゃないですけど、はいはい、海外の仕事も多いんですか。そうですね、うん、まあ月何回か行かせていただいてるっていう。どういう仕事なんですかそれって、例えば日本だったらこういうとこに来てもらって一芸披露してもらってお客さん笑かしてくださいみたいな、はい、例えば分かんないスーパーとかね、はい、我々もやったことありますわ、漫才とか、はいはい、ね、遊園地行ってとかありますけども、はい、海外のそういう仕事ってどんなんなんですか。最近行かせていただいたのだと、まあ、台湾なんですけど。台湾で一番大きい音楽フェスに、うん、バンドに混じって僕の時間40分。40分、はい、バンド、台湾の大人気バンドがめっちゃいるんですけど、うん、まあ、台湾のサマーソニックって言われてるフェスがあって、もうすごいやん、うん、まあ、日本でいう A ネーションとか。そうですね、もうそれに本当に近い一番有名なフェスに40分、バンド、なんかステージが、まあ、5個ぐらいあって、はい、上から2番目ぐらいに大きいステージに出させてもらって、はい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 、取り前
40分取り前40分もちろん取り前40分やって台湾の人からしたらあのウエスピーが来てくれるってなってるわけですよ。世界でゴッドタレントも活躍してる、決勝も行っている、これはもう5分10分じゃ失礼や。40分なんでやねんって思いましたね無理だぞってですよね。無理だぞってなったんで台湾に今すいます芸人さんがいらっしゃって、はい、ちょっと手伝ってもらいながら、はいはい、ちょっと10分間ちょっと漫才していただいて、うん、僕あと30分ネタやったっていう形にさせていただいて。え、それ大丈夫だったんですか。こんな話するのもあれですけど、その要は向こうさんはウエスピーに40分って言ってるわけじゃないですか、はい、オファー出してきてるわけじゃないですか。そうなんですよ。僕はもうめちゃめちゃビビってました。いやそうですけど、先方さんが急に蓋開けたら10分間最初すみます芸人が漫才してるっていうのは OK やったんですか。あ、なんとか後から言って、本当は僕にもう40分絶対やってほしい。絶対そうっすよね。けどもう無理だからと、はい、無理だからって分けてくれと、ちょっと時間を。それは許してくれて。なんとか許して。30分でも長くないですか、芸的に。ちょっと言いましたね、それは。ちょっと盛りましたけど、はいはい、なんていうか30分ぐらいだったらできますよっていう感じで行かせてもらって。あ、実際は30分やらなかったんですか。でもなんとかつなぎながらやりました。やったんかい、はい、すいません、やっちゃいました。30分やったの。やっちゃいました、すいません。え、あの芸を。そうですね、テーブルクロス的な。もう僕のベストを出しました。盛り上がりました。いや、めちゃくちゃ、もう何やってもふーってずっと言ってました。指あかんのじゃん。こっちやった、こっちやった、よかった、びっくりした、俺今ちょっとこうね、こうです、こうです、こうです、今のなかったことじゃん、こう、こう。めっちゃかっこない、それってすごいですよね。でも本当に、本当たくさんの方、なぜか集まっていただいて、うん、3000人ぐらいバーッと集まっていただいて、その前でやったって感じ。いやいや、なぜかじゃないです。それはウエスピーさんがずっとコツコツ頑張ってきて、はい、世界で結果残してるから、はい、だって俺らにそんなオファーなんか絶対に来ないわけですから。なるほど、うん、そうですね、本当に強いと思うし、まあ実際もう結果も残されて、 TikTok だって1000万人でしょ、はい、YouTube 245万人でしょ、はい、これはもうすごいですよ。こんなにすごい。なんとかその海外向けにやらせていただいてるって感じです。今後どうされていくんですか、ウエスピーさんの中で。そうですね、やっぱこう、うん、これからもちょっと YouTube とかは続けながら、はい、やっぱりどん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 登録者数も再生数も増えるように頑張っていかなきゃいけないなとは思いながら、うん、このままの調子で、例えばなんかテレビでこう冠やりたいとか、そういうのは特にないですか。もうなくなっちゃった感じがしますね、ちょっとずつ、ちょっとずつ。一時はあったんだ、やっぱああいう MC とかっていうのは、うん、今結婚前ですけど夢ではありましたけど、僕には向いてないなって、ね、ダウンタウンさんに憧れてるっていう、少年の時から憧れてるのが今もなおあるから、はいはい、分からへんって、そんなん。これから先頑張ってもいつかまた。いや、もうやっぱり一回こう、そのフランスの時に決勝行かせてもらったんですけど、はい、ゴールデンブザーと、はい、それのまあご褒美で、うん、その日本テレビの仰天ニュースになぜか出させていただいて、はいはいはい、一応なんか、まあ、VTR 見る番組なんですけど、うん、途中トークもするところがあるんですよ。まあ、行列はそうですよね、はい、一言も喋らずに終わったっていう回があったんで。マジっすか、はい、記録残しちゃいましたね、一言も喋らずっていう。うわー、ネタだけまあやらせていただいたんですけど、はい、なんかそういうのもあったりして、徐々に、あ、こっち側じゃないのかなっていうふうに気づいて、あー、ちょっと自分向いてないんじゃないか、向いてないんじゃないかっていうところが。ごめん、俺行列って言ったかな。ああ、あと行天だよね、行天、ごめんなさい、行天だ、行天ニュース。厳しかった。厳しかったですね。厳しかったっていうか、僕の出したアンケートが全く採用されなかっただけだと思うけど。ああ、なるほどね。だから、なんかそういうの向いてないのかなって思い始めた。でもそこもすごい大事ですよ。俺もそうでしたから。やっぱりここで結果残したいと思ってたけども、背伸びしてたり自分がいたんで、はい、そうじゃなくて自分が向いてるところに行った方がいいですよ。なるほど。憧れは持ってていいと思いますよ。そうですね。ダウンタウンさんに憧れ持ってていいけども、向いてることをやった。だから、TikTok、YouTube はほんまに向いてたんですよ。なるほど。そう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 。ね、だから変に背伸びして、はい、MC やる、まあ夢も持っててもいいですけど、はい、楽しいこと、向いてることを絶対にやった方がいいと思いますよ。そう思いながら、とりあえずやってますね。いやー、素晴らしいですね、はい、結婚とかしてないですか。してないですよね。なんか考えてないですか、家族持ちたいとか。うわー、ね、将来できたらいいですけどね、全然そういうのは今のところない感じです。でも芸風的にもいろいろ考えることあるでしょうね、子供とかできてくるとね。そうなんですよね、やっぱりやばいじゃないですか、この芸風は。まあまあ、やばくはね、俺はある意味かっこいいと思いますけどね。なかなかかっこいいと思ってくれるところまでなかなか来るの難しいじゃないですか。うん、だから、なかなかそういうのは大変かなと思いながら。やっぱ俺らからするとかっこええよな、うん。あれで世界を、うん、世界を股にかけているっていうところがありますから。はい。うん、で、この最近、ちょっと、
新たな展開じゃないですけど、うんうんうん、その2ヶ月前ぐらいにちょっとイタリアに行かせてもらってかっこええ台湾フランスイタリアやでこれイタリアの番組でギネスを取る番組、うん、ギネス世界記録を取る番組に出させていただいてへえすごい僕のネタからギネス世界記録を作るみたいな どういうことですかそれはなんかいろいろこういう芸とかブロワーさっき使いましたけど、うん、さっき使ったこれ、はい、これですよね、うん、このブロワーをがを使った芸でなんか記録作るみたいな。だから例えば？例えばなんですかね、スッポンがあるんですけど。トイレとかで使うやつ。はいはい。まあ僕ネタで使ったりもしますけど、スッポンを胸につけて、はい、で胸につけたそのスッポンの先にちょっとなんですかね、マッチ、マッチの火つけるヤスリつけて、はいはいはい、長いテーブルにマッチを100本並べて1分間でマッチ何本つけれるかでチャレンジみたいなのをやってきましたほっとおもろいっすねそれでギネス狙うってことほんでブロワー使ってないって話まとまってなくてごめんさっき散々長めにやブロワーを使ってギネスを言うて結果全くブロワー使ってない使わずに来ちゃいました。でも実際使ってこのブロワーをなんか動く台に乗せて、うん、こうグーって動く台に乗せて、うん、風を受けながらグラスをここに保つボで僕動きながら保つみたいなそれの秒数おもろっていうのを8個やって、はい、8個を今世界記録持ってるっていうはい、一応症状が一応まあ話の種じゃないですあマジで症状がうわもうずれちゃったんですけどずれてこういうすごーちょっといいですか、はい、持ってもいいで大丈夫ですかこれすごーすごーいそうですねこれはマッチですかねあこれ、ま、マッチの記録ですねこれマッチの記録73問やりましたはい73問お前73って書いてるやん、うんやばっあ、ギネス持ってるんだしかも8個今8個持ってますえ、これ8個持ってるんすか今8個持ってますちょっと今日はめちゃめちゃこれ重いんで結構8個やなかさばっちゃうんで持ってくるのが難しかったえ、家にこれ8個あるんすか今8個ありますすごないいや、これはすごいわかっこええわこういう形でやらせていただいて、うん、まあこういうのも撮りながらえ、もうこんなほんま珍しいけど、はい、気になれへんギネスってお金もらえるんですかいや、もらえないですあ、もらえないんだもらえないですけど取るのにお金がかかるんで、普通はあ、逆にかかるんだ逆にかかっちゃうんでそうかこういう番組とかの機会がないと8個も取る機会はないっていうのででもまた こっからまた仕事増えますもんね、はい、そうですね、こういうギネス系の仕事もあったりするかもしれないんでまたひょっとしたらイタリアからお声掛けもあるかもしれませんもんねそうですね、また来年もお願いしますとは言われているわけながらもしかしたら吉本の他の芸人が行くかも可能性もあるかもしれないですけどいやでもギネス系はウエスピーさんが強いんじゃないですかそうですねくだらない芸でギネスって一番かっこええと思うわ俺で一応8個取ったんであっちではレジェンドと言われて司会の人がそう言ってましたねこんなないんですかちょっともうここだけの話実は次これでギネス狙ってんねんみたいなそうですね今はここにつけた、股間につけたなんかドライヤーをドライヤーを股間につけて、はい、ピンポン玉を飛ばしてヘルメットになんかちょっと輪っかつけてここに輪っかをやってこうなんか浮かして僕の輪っかにこうコース1分間で何回こう通せるかウエスピーさんでしたありがとうございますあの僕があのいつも普段こうか家で回りながら考えてることですこれがなんかできないかって俺がウエスピーさんでしたいって俺突っ込んでほしかったよ今そうですなんで普通にありましたって言ってあ、こういう終わり方なのかないや変ださすがすごいあまりにもおもろかったからやってることはいや本当にそういうこれが普段考えてるそれどういうギネスになんのよそのピンピューがこうなって言うてここを通す何回通したかっていう記録ですよだからそうです最高っすねマジでそういうのを
を考えてます。いやいや普段いや素晴らしいと思いますよ、はい、あのほんまにありがとうございます。だって今回ウエスピーさんが声かけてくれたんでしょ。そうですね、これそうです、なんかできないかなぐらいの、せっかくこんな、はい、あの機会もないかなっていうので、機会もないかなっていうか、うん、はい、何て言っていいか分かんないですけど、うん、いやでもオファーいただいたからこの企画で、そうですよ、うちのことですから、はいはい、ありがとうございます、はい、ウエスピーさんの方でも何かやるってことですよね、これ。そうですね、まあ、ちょっと僕はショート動画しか上げてないんで、じゃあショート動画なんか軽く撮れたら、うわ、嬉しい。ほぼ外国の人しか見てないですけども、いやいや、ありがたいやんか、なんで、はい、外国の方に見てもらえるから、はい、いやでもこれきっかけに、僕のチャンネルきっかけにまた日本人の方にも広まったらいいじゃないですか。それ一番ありがたいです。ですよね、本当ありがたいです。結構仕事はどんな仕事もやったりするんですか。これめっちゃオファー来ますよ多分。マジですか。いや例えば宴会芸やん。そうなんですよ、なんかね、はい、そういうところなんか絶対盛り上がるじゃないですか、はい、そういうお仕事もしてるんですか。してます、もちろん。それしかしてないです。年末だけ妙に忙しいな。全然今忙しくないけど、年末だけ妙に忙しいな。それしかしてない。だからぜひそれを。めっちゃよくない。それしかしてないんですから、うん、ぜひぜひあの概要欄にですね、まあ、てか吉本に連絡してもらったらいいんかな。はい、そうです、はい、やってくれるそうなんで、はい、あこの後じゃあ僕撮らせていただける。はい、めっちゃ楽しみです、はい、気になる方はぜひあの概要欄に貼っておりますので、はい、ぜひ登録のほどもよろしくお願いいたします、はい、すいません。またぜひ一緒に、すいません、お仕事しましょう。いや、ぜひお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最高でした。あざっす。何急に。あざっすって。あざっす、なんか、ね、それがいいのかなと思って。最高でした、ありがとうございました。ウエスピーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。